成長するとは大きくなることです。体が成長するとは体が大きくなることです。体が大きくなればそれまで着ていた服がきつくなります。ちょっと服が小さく感じるようになったな、新しい服を買わなければいけないとなります。心が成長するとは大きなことを考えられるようになるということです。例えば以前はこの会社で出世したいと思っていたのが、いや自分で会社を作りたいと考えられるようになったりします。以前は自分のことしか考えられなかったけど、自分だけでなく周りの人たちにも幸せになってもらいたいと考えられるようになったりします。心が成長すると今いる環境が窮屈に感じるようになります。この会社にいたら自分の夢を実現できない、もっと多くの人の役に立つためには何か新しいことを始めなければいけないとなります。心が成長すると現状に不満を感じるようになります。この環境にいたら自分のやりたいことができないとイライラするようになります。そのような不満を解消するためには何か新しいことを始める必要があります。しかし私たちは新しいことを始めようとすると不安を感じるようにできています。新しいことを始めて失敗したらどうしよう、今より大変になったらどうしようと心配になり、行動を起こすことが難しくなります。新しいことを始めるとは新しい環境に飛び込むということです。新しい環境に飛び込むとは今いる環境を手放すということなので、喪失感が生まれます。新しい仕事を始めるためには今の仕事を辞める必要があります。新しい人間関係を築くためには今一緒にいる人たちから離れる必要があります。今自分が持っているものに対して失いたくないという気持ちが強くなると新しいことを始めるのが難しくなります。現状の不満を解消するためには勇気を出して今の環境から抜け出す必要があります。しかし新しい環境に飛び込んで今より悪くなったらどうしようと躊躇することでイライラ状態が続くことになります。不満を感じているのは辛いので、このイライラを何とかしたいと考えるようになります。ストレスを発散するために手っ取り早い方法は周りに八つ当たりをすることです。周りに怒りをぶつければ一時的に心がすっきりとします。しかしどれだけお前らがダメだから俺もダメになったんだ、この会社がダメだから俺もダメになったんだと怒っても根本的な解決にはなりません。不満の原因は新しいことを始めたいのに新しいことを始められないということです。不満を解消するためには新しいことを始めるしかありません。お前らがダメだから俺もダメになったんだと理由が分かっているのなら、その人たちから離れればいいだけです。この会社がダメだから俺もダメになったんだと思うのなら、その会社を辞めればいいだけです。現状に不満を感じているのなら新しいことを始める必要があります。今いる環境に耐えられないのなら新しい環境に飛び込む必要があります。不満を解消するためには自分が行動を起こさなければいけません。解決策は怖いけど一歩を踏み出すことです。あいつらが変わらなければいけない、会社が変わらなければいけないと求めても他人や環境が変わることはありません。怖いけど新しいことを始めると自分を変える方が自分以外のものを変えるより簡単です。あなたは怖いけど新しいことを始めることで不満な現状から抜け出すことができます。怖いけど一歩を踏み出すことでそんな勇気のある自分を誇りに思えるようになります。変わらないものを変えることにあなたの貴重な生命時間を費やしてはいけません。変わらないものからは離れて新しい環境に飛び込むという選択肢があることを忘れないようにしていきましょう。